ここで本性を出していいのか、計画が狂うぞ。まあ、ここで俺に負けるのも同じことか。いますね、私の能力をこうもことごとく砕いていくとは。どんな技名なんですかね、教えてくださいよ。そうだな、名前をつけるなら、完全支配、と言うべきか。完全だと。照明にお前の力、攻撃をすべてねじ伏せてやる。観測してやる、いつでも来い。すぐにその笑顔を消してやる。全自然操作。プラズマを使用した俺の空間と現象そのものを武器にした力だ。一度でも当たれば肉体は跡形もなくコスパみじんだ。無駄なことを。空気と光を使ってプラズマの槍の幻を作り、位置を錯覚させていたか。他の自然関係の能力者より能力が扱えているじゃないか。お骨にいただき、光栄、ならば次はこれはいかがでしょう。数は無制限、方向も不明、特定多数をあなたは全て受け止めることができますかね。特定多数、本気で言ってるなら笑うぞ。俺の体の表面の面積は決まっている、なら必然的にお前の槍が俺に当たる本数など限られる。誇りを立てるな、もっとスマートにやれ。目障りだ。完全に削除する力。ペルフェクションエミになる。それがさっきから使っている能力の名前。今思いついたものだからな、長ないとお前は納得しないのだろう。どこまでもふざけやがって。ペルフェクションブラスト。少しデカすぎたか、久しぶりに出したからどうも加減が難しい。右腕、勝利の象徴、この腕が出現に対する意味は、完全勝利。バカな、バカな、こんな不拡大な力。悪心教の秘境でも最も革命の君主や、大クラスじゃないか。こいつは一体何者なんだ。殺さないのですね。ああ、俺は別にお前を殺すのが目的じゃない。ならなぜ、あなたは私の邪魔をする。忠告に来た、それだけだ。お前がその4つの鍵であの精霊塔を開こうが、この国の自然が乱れようが関係ない。むしろ観測者としては実に興味がある。ならばなぜ？だが、お前らがやろうとしていることは破壊してそのままにする行為、それではバランスが保たれない。これは約束でも願いでもない。命令だ。精霊塔には入るな、そこには確かにお前たちの求めるものがあるだろう。だが手を出してみろ、後片付けもできないガキを俺は出征する、それがバランスだ。理解したか？そ、私の悪事件、人体操作、おっかっているのも全く効果がない。完全削除、で消されているのか、さっきみたいな光が出ていないのに。残念だったな、お前ごときの力で俺を操作なんかできない。思考が読めるのか？完全掌握。いや観測と言ってたな、つまり私を観測しているということか。思考が読まれてると理解しているのにまだ考える、愚かというか、さすがというか。まあいい、お前らには忠告した、これで俺の目的は達成した。鍵は返しておけ、乱す行為は俺が許さん。だがすぐには返すな、この状況は俺自身興味がある。勝手な野郎だ、こんな勝手な野郎のせいで私の目的が潰されるのか。天遺跡、これで逃げれば。逃げるのか、それもまた選択か。逃げる。ありえない、ここまで準備して逃げるなど。お前がされ、このバカ野郎が、後から来たお前に私の計画を邪魔されてたまるか。貴様が消えろ。それがお前の答えか、悪心教。天遺跡か、希少なものを持っていたものだ。まあ、知っていただな。俺がいなくてもいいように保険は作っておいた。あとはあの新人の精霊王に任せよう。カルオス、俺をこの場から退場させようが関係ない。お前たちは滅びる、そういう運命なんだよ。やった、止まりろ。私たちが滅びる。それはありえんな、このまま精霊塔に入り、鍵を完全に壊す。それで精霊の歴史に終止符を打す。悪魔様の敵となる存在は存在しているだけで罪だ。最後には神を殺す。これはその第一歩だ。邪魔など絶対にさせるものか。だがあいつはもしかすると何か保険を作ってるかもしれない。精霊塔を開いたら再度閉じ、四つの鍵をあいつらに持たせよう。どうだ、これでお互い保険を作った。さて、どちらが最後に書くかな。おい、カゲロウ。おい、呼んでんだよ。俺はレイヤーだ、毒虫のアジト以外では普通に呼べ。てめえ、まだ毒虫のルールを守る気ねえのかよ。毒虫は俺の復讐を果たすための手段だ、それ以上は関与するつもりもない。あ、そう、てめえの復讐なんか興味ねえわ、それより次の任務だ。スイスに属性の宝力があると情報が入ったらしい。俺とお前、あと一人が行くようになってるぞ。
今揃っている属性の効力は6つ、ダミー任務が数百件以上、今度こそ本物なんだろうな。ああ、これは信憑性高いぞ、多分間違いない。はあ、なら行くか、明日の朝までには現地だ、少しの遅れも許さねえ。情報によると地球防衛軍と悪信憑がドンパチ起こすかもしれねえってよ。そうか、だから俺たちとあいつを選んだのか、あの昭和にね。行くか。ああ、久しぶりに楽しめそうだ。天岬が終焉のその。なるほど、そこが悪神教本山、悪神殿のヒントになるのか。さて、さすがにスイスに戻るには時間がかかりすぎるし、新たな地の観測にでも向かうか。ここね、確かにいろいろと空気が悪くなってるわね。このまま向かいますか。いえ、結果ちゃんと合流しましょう。情報を持っているだろうし、少しでも対策になれば御の字だわ。了解です。居場所は把握しているのですか？ええ、ちゃんと聞いておいたわ。今は早朝、少ししたら向かうわよ。かしこまりました。一年ぶりだな。ここ、来たことあるの？ここはファムタールとディアンが問題を起こしていた町。私が最初の異変に立ち向かった町。そうなんだ。でも目的地は隣町だよね。うん、ここに来たかったのはこの町がちゃんと平和になってるか見たかったからなんだ。でも平和でよかった。次は隣町だよ。ロカちゃん、悪神教をぶっ飛ばそう。ぶっ飛ばそう。つくづく縁の悪組だよ、ここは。昨日ずっとこの子たちの能力と共鳴支配について考えたけど、ぶっちゃけ昨日の今日でこの子たち全員を理解して、能力も理解するのは不可能すぎる。悪神教を覚えている、悠長なことはしてられないのに。そうだ、まだ共鳴解除してなかった。さて、止まってても仕方ないし、私は私なりに準備を。ノック。地球防衛軍第3隊隊長天野江放火です。指揮月下さんはいますか？放火おばさん。地球防衛軍の応援で放火おばさんが来てくれた。はい、今開けます。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？デッキに行ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。